おはようございます。おはようございます。前日だよね。はい、おはようございます。あ、はい、毎週火曜日夜9時からお笑い地産地消バラエティー頑張って魂、11月10日放送分の今から30分生放送始まります。はい、マネージャーの松原真奈代です。はい、お願いします。そして私がガンダマ塾長のワキワキワッキーワッキー会長です。そして僕です。よろしくお願いします。あ、不思議なんですか。はい、もうちょっとバンバン言わない。もう大丈夫じゃないですか。いやいや、まだまだ全然まだあいつなんだみたいな感じなんです。あいつなんだ。なってないっすよ、もう愛されて何ほら、中川翔子と一緒に仕事しやがってる。俺のしょこたんをみたいになってますよ。はい、さあ、そして、はい、私にはもう一人見えるんですが、はい、すいませんね、ちょっとまだよ、何があるんですか。はい、音声をやってくれる。あ、音声ます。AD さん。AD じゃないな。来てないですか、音。はい、よしよしよし。こっちですか。こっちかな。これ僕ですよ。これ。あ、これ来てない。もしかして。来てないやつは、すごいな、今。ツイキャスで生やってるんですけど。はい、これ。これか。あ、そこかもしれない。あ、いや、でもいいですね。あります。あ、これ来ました。来ました。あ、あ、あ、来ました。長いな。すいません、もう。すいません。ついね、30分前にお会いして初めてなんですけど。はい、ちょっとすいません、あの、ツイキャス生で見てる方、自己紹介を。あ、はい、わかりました。本日ですね、はい、映画空人という作品で、お邪魔させていただいております。プロデューサーの徳永博明と申します。はい、徳永さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ね、はい、ということで、ね、東京から今日いらっしゃった。はい。これ、生で10時までやってますけど、はい、まあ朝9時半じゃないですか。ええ、東京発は何時だったんでしょうか。5時起きですね。5時ですか。いや、これもしかしたら朝刊配達より早いですよ。そうですね。まだ嫁も娘も寝てましたね。本当ですか。そう、お父さんどこ行くのってね。いや、でも大事じゃないですか、はい、この空人ね、はい、ちょっとあのツイキャス始まったらね、うっすらと下の方に空の人って書いてあるの何かなと思ったと思うんですけど、はい、まあ、あのせっかくその話なので、まあ、プロデューサーの徳永さんね、はい、あの、まあ、映画、はい、ね、まあ、こちらはあのツイキャスの方ではね、あの、まあ、全国では見ることができるんですけども、はい、あの、まあ、全国放映上映の前に、はい、東北の方では先行ということで、はい、あの、まあ、この間先日なんですが、山形の方ではもう先行で上映してきたんですよね、はい、そうなんです、山形の方は10月の17日から、はい、もう公開になっておりまして、なるほど、はい、大変評判がいいので、はい、仙台でも、なるほど、上映できたという形になります。で、11月14日土曜日より桜井薬局セントラルホール、まあ、実はこの、はい、ね、会場は、はい、お笑い集団ティーラーズでもう月1でライブをやってる感じます。そうです、ライブをやってから映画をやってる、はいはいはい、まあ、一緒にはやらないですからね。一緒にやりたいですね。いやいやいや、どっち見ていいか分かんないですけど、まあ、今、イヤイヤっていうことのコラボレーション多いですからね。ですね。映画と例えばお笑いライブとかね。うん。ね。やりたいですね。もうとにかく集客をね。そうです。もっと頑張らなきゃいけないですよね。あったらもうちょっと言いなさい。で、あの、まあ、せっかくなのでというか、まあ、この流れなんでね、このあの、空の人と書いて空人。ね。はい、これはあの、戦後70年ということの、まあ、節目の年ということで、はい、その時の映画でよろしいんでしょうかね。そうですね、はい、どういう内容なんでしょう、具体的に言える範囲で結構。あ、はい、そうです。もう手短に言いますとね、太平洋戦争末期に、はい、まあ、特攻隊に志願しながら生き残った一人の男の話なんですね。そう、はい、ね、これ主役の、はい、奥野忠さん、ね、はい、さんは高橋香織さん、はいはいね、はい、高橋香織さん、はい、世代は、ね、和樹さんと同じぐらいの世代じゃないですかね。あの、ね、結構時代物とか着物なんかも似合う方、はい、ですね、ね、はい、奥野さんっていう、ね、ちょっとあの、結構大御所の方でね、はい、あの主演っていうのはあんまないと思うんですけど、逆にすごくいい、はい、あの演技をされる方っていうか、まあ、先輩なんで私の方から批評ってのもおかしいんですけど、はい、でもなんか本当にあのホッとするおじいちゃんとか ね、 そうですね、あともう逆にもう感触を起こすとかね、いろんな幅がある素敵な役者さんですけども、はい、そうですね、その方と、まあ、ちょっとお孫さんとおじいちゃんとのこうストーリーって感じなんですか。いや、あのね、これがですね、まあ、ご自分のそのある老人の一生の話なんですね。そうかそうか。つまりその若き頃特攻隊に行きまして、生き残ってしまいまして、はい、70年間それを背負いながら
生きてきた男の話なんです。なるほど、はい。まあ、こういう方はね、うん、いないってわけじゃないですからね。結構いらっしゃる、いらっしゃいますよね、はい。まあ、今年はね、そういうドキュメンタリーとか、まあ、いろんなね、はい、番組で作品とか見させてもらいましたけども、じゃあまさにね、その頃、まあ、実際にあった話とか、はい、実はですね、原作者の清宮玲さん先生なんですが、はい、この方がやはり特攻隊経験がありまして、そうなんですか、はい、で原作をお書きになりましてですね、それを映画化したもんですから、ご自分の体験が3割、はい、で7割は、フィクションという形で作り上げた作品ですね、はい。まあ、これは、まあ、大体どのぐらいの上映時間になるんですかね。そうですね、115分なので、はいはい、2時間弱感じですね、ぴったり、はい、うん。いやもう、まあ、我々っていうか、まあ、僕も40代中盤ですけど、本当に戦争っていうのは頭にない。で、はい、さっき実はツイキャスやる前にお話してたんですけど、はい、まあ、僕も演劇をやった時期があって、はい、まあ、今年亡くなられた今井正幸さんの、はい、ウィンズ・オブ・ゴッドというのも、ね、演劇も特攻に行くっていうのに、そうね、タイムトリップしてしまうというので、はい、僕がやったのは24歳ぐらいだったんですけど、うん、まあ、戦争っていうのは本当にね、一昔前のことなんじゃないかと我々は思ってしまうんですけど、作品を通じて、まあ、その時代に生を受けていたらどうなっていたんだろうっていうことを改めて考える、うん、ね、やっぱりそんなに、そうなってくるとね、そんなに遠いところのね、皆さんがやってたわけじゃないわけですよね。ですよね。ですから、うん、今の現在にもリンクする部分があって、はい、でそれをこうなんか肌で感じるとか、もう見て体験することによって、より戦争をどういうものかっていうのを考える時間、うん、これはね、やっぱりね、考えた方がいいですよ、いろいろと、はい、ね、まあ、平和ボケ平和ボケって言われてますけども、やっぱ見ていただいて、自分がね、あまりにも知らなかったとか、この時代にね、生まれたちの気持ちをとにかく汲んで今一生懸命生きようとか、いろいろと多分映画とか作品を見た後に気持ちももう180度変わってもってね、いうのが多いんじゃないでしょうかね、うん。まあ、でもそれがね、また山形県天童市もね、ロケで使ってるんで、まあ、こっからね、天童まで1時間ぐらいなんで、そうなんですよ ね山形出身の方も多いんですよ、宮城県で仙山線で、仙山線ですからね、はい、ですから、まあ、その辺の、まあ、懐かしいじゃないですか、見たことあるって風景も映画で出てくるかもしれない。いや、結構たくさん出てきます。出てきますか、はい、そうですか、まあ、回想シーンがその、世界大戦の頃ということなんで、まあ、はい、ほぼほぼ現代の現代の話ですね、ということですね、はい、はい、なるほどね。こちらは11月14日より宮城県、まあ、仙台市中心部の桜エクセントラルホールということで、はい、徳永さん、どういう方に見てもらいたいとかありますか。そうですね、はい、まあ、私たちも作るやってる時に、やはりまあ50代から年配の方々なのかなと思って作ってきたんですけども、ここのところやはり山形の天童で公開してますが、結構若い方もいらっしゃってるんですよね。なのである意味やはりこの70年に向けて皆さんやはり興味があるのかなっていうところなんですよね、はいはい、なるほど、はい、山形で先行上映どんな反応でしたか。はい、まあ、皆さんやはり地元の方々にも出演していただいたりとかしておりましてですね、まあ、そういうその町上げてのこう応援と、なおかつその何でしょう、こういう戦争映画といいますかね、特攻映画をに興味があって見たいという方の2通りで、結構お客様が入ってらっしゃるということで、2通りで、はい、で仙台でもどうですかということで、はい、プレゼンテーションしましたら、桜井薬局さんがぜひともと言っていただきましたね。遠藤さんがね、遠藤さん、いい映画を本当にね、はい、やりますからね。この映画は本当にもう見たい映画ばっかりなので、そこにこれを入れていただいたので本当に感激ですね。死者との約束は亡き、まあ、女、亡き人へ届くのだろうか、はい、この一部もちょっと気になりますけどね、はい、まあ、そんなわけで、まあ、この内容は本ちゃんの方でもじっくりと、はい、ね、映画の主題歌、そしてエンディングテーマにも載せまして、はい、ご紹介しようかなと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。さあ、ツイキャスの方もですね、生でありがとうございます。また、ゲラアットマーク 1260.jp の方でもメールいただいてますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、キミタカ君ちょっと、ね、ツイキャス来てますから、はい、はい、紹介してください。キミカさん、お、こんにちはっていう、キミカってなんか、キミタカみたいな、そうですね、自分が今送ったわけじゃないですか。そうなんです、自作自演です、一番虚しいじゃないですか。ね、人の話も聞かないでって話ですよ。ね、
で、もう一つは鶴見の海坊主さん、横浜からなんですよ、毎年、ありがとうございます。マッキー塾長、マナヨマネージャー、戸ざま、かっこマナヨちゃん、ぶざまって読まないでね、戸ざま塾生の君高さん、古谷さん、おはようございます。おはようございます。ありがとう。今日見えてますかね。先週あの声が出ないっていう ね、 そうですね、ハプニングがありまして、はい、あの大きなパソコンからやったせいで、今日はなんか知らないですけど、個人の、はい、携帯が今鏡にですね、はい、ペタッと貼ってまして、それから撮影して送りしてるなんとか文明の歴って恐ろしいもんですよね、よかった。こっち見せたら大変ですね。すいません、徳永さん、はい、テレビ見てますけどね。すいません一応こっちですか。こっちですか、はい、テレビ見ているそのお父さんみたいな感じじゃないですか。先ほどまで空人を熱く語ってたと思わないのでね、はい、そんなわけでございまして、今日はね、その、終戦70周年、記念作品ということで、空人のプロデューサー、徳永博明さんね、秀明さんってお呼び捨てになりますけど、これよく言われるんですね。そうなんですよ、母親からも一時違いで、もう母親から言われちゃうってね。俺も母親からワッキーっているねって言われました。大丈夫ですね、ケダルワッキーって言われました。あんたね、稼ぎがあの、うん、悪いねって言われますよ。ああ、徳永さん、そりゃ比べるところだ。比べちゃいけない。結構ソフトなね、お声してるので。そうですね。だからさっきマネオンも話したんだけど、はい、あの、すごくいい声で。やっぱり役者さんとかもやってたんですか？いやいや、あの、演技は勉強したりとか、教えたりはしてるんですけど。そうなんですね。じゃあ、役者としては、でも映画やってるから、ちょっと出たりとか。確かに。出ますね。すいません、これは。出ますよね。本当ね、これお金ない時に、結局役者さん頼めないんで、そうですよね、もうここはもうしょうがないって言って監督に言って、はい、ここ俺いいって言って、どういうシーンでなんですか？いや、もう本当にちょこっとこう、ちょこっとずつのワンシーンぐらいで見せてたりしてるんですよ。何をしたんですか？いやいや、いろんなところでそういうちょこっとずつ見てるという。なんか例えばエキストラ的な感じで。そうです、そうです、仮面出演なんですね。そんないい声だとセリフね。そうっすよ、うん、なんか女優さんとね、キスシーンの監督がちょっとここやべぇ、ここは落ちよ。そういうね、大事なとこは絶対出してもらう。絶対出してその前に自分から行こうと思わない。思わない、怖いわ。そあ、そこはちょっと私が毎回出てくるなみたいな。いや、徳永さんのいい声だったらちょっと監督も、あ、今誰だみたいなね、ありがとうございます、ね、でも徳永さんもう何年ぐらいこの映画に携わってるんですか？大学卒業してからなので、今53なんですよ。あ、わあ、はい、いいですね、襟、はい、立ってますもん。いやいや確かに、じゃあもう大学卒業してからずっと、はい、そうなので、そっからもう徳永ヒストリー10分ぐらい聞いちゃうかも。そうですね、もうね、かなりですね、作品撮りました。なので、あの、主にというか我々が知ってるあたりとかっていうのは、えーとですね、そうだな、ワッキーさん知ってるとしたら5年、4年ぐらい前に、はい、童貞放浪記っていうね、映画を撮ったんですよ。童貞もの僕ね、あの、ご存知ないですか？あ、名前聞いたことあります。あ、名前聞いました、名前だけはね、名前だけやっぱりあれ、インパクト強いんで。そうですね、童貞放浪記、それあの、あの書き、漢字はあれですか？あの童貞、あの童貞だ、童貞、そうなんだ、マネオちゃん、ゴーイングアンダーランド、マネオちゃん、そうなんだ。マネオちゃん、どうですか、マネオセットアウトしましょう。ええどうして、なんですか？いや、そんなお前、かかととくんなよ、お前二十歳になるんだから。これは膨らませましょうよ。ね、そうね、童貞だけに。そうそう、大丈夫ですか、私って。いや、大丈夫ですかね。だってあなた今月二十歳でしょ。二十歳です。もう二十歳になったらもうエロトークバンバンですよ。13と二十歳、45ですよ。大変だね、もうカレー親子族。そう、カレー臭を彼女一人で爽やか触るんですよ。そうですよ、爽やか。だってうちの娘は19ですから。あら、もう、もうまさに、あら、はい、もうほとんど娘、私の両親も、あの、同じ年です。あれ、はい、もうこんな感じ。え、じゃあ、え、お父さん、お父さん、はい、あれみたいな。こんな感じです。すごいな、お父さんとこの話で童貞の話なんですよね。そうです。でもまあ、素敵な映画ですよね。いや、ものすごい素敵ですよ。ですよね。え、だって男が、もう恋愛してやりたいけどやれないという、この話ですから。そう、あのね、ものすごくこの、なんでいけなかったんですかね。そうなんですね、なかなかね、恥ずかしくてね、裸一貫になるっていうのがさ。そうそうそう、ね、そうね、それのやっぱこう青春の葛藤っていう、ね、そうなんです。なんかのね、レビューかなんかでも見てます。ちょっと映画でも見てた。あ、そうですか、ぜひともご覧になっていただいて。ちょっと、じゃあ、ま、真似を見に行くか。そうそう、今 DVD とかになってますね。なってるので、ちょっとみんなで見て、ここは、こう、来週ツイキャスの時見ましょう、ここで。いやいや、このテレビで。いいですね。
まあそれいいんだけど、はい、あのキミカさん、ユーシン君1歳の誕生日おめでとうって全く関係ないね。本当関係ないっていうか、うん、今日うちの息子の1歳の誕生日です。今日。おお。あ、おめでとうございます。あれ、じゃああなた今まだ売ってんじゃないの？いやなんでだよ。すげえ寂しいやつじゃないですか。あ、じゃあユーシン君っての子供。そうです。え、知り合いじゃん。なんで知ってんだろう、キミカさん。すごいな、いや、ちょ、逆に怖くなってきましたね。徳永さん見てくださいよ、はい、ほら自作自演のにこの顔。いや違う違う、役者として最高ですよ。すごいですね。すごいですね、自分で打ってるみたいな。しかも足かなんかで打ってるやつ。すごいですね。それで食っていくわ、そしたら柔道一直線の近藤正美さん。それでやめない、懐かしいですね。ポカンとしてるから。ごめんなさい、ごめんなさい、イエーイ、盛り上がってますね。鶴見の梅子さん、はい、ね、これ聞こえてますよ。ああ、ワッキーさんの持っていたこの空人のチラシね、君高、はいはい、さんが持ったら返事に。なんでだよ。息子の誕生日なんだよ今日。ね、そうね、まあ、息子の誕生日。しかも素敵な映画のチラシを持って返事に。ね、でも返事もね、やっぱギリギリね、素敵な人もいますから。そうそう、紙一重ですよ、本当に。で、君高さん、まのえちゃんの誕生日プレゼントは漢字ドリル一式で。漢字読めないですか、ね。漢字読めないんですって。どうなんですか、あの徳永さんとこの、あのお子さんは漢字読めますか。いや、まあ19歳ですからね、大学行ってるので。でもなんかお父さんの背中見てもうね、あの映画の世界に入りたいとかって。いや、ほんとドキッとしましたけど、学校の先生になりたいって言って、よかったですよ。いや、わかんないですよ、学校の先生上がりで監督とかありますからね。え、どうですか、やっぱやらせたくないもんなんですか。いや、やっぱりきついですね。世界は本当に生きるのがきつい。なるほど、はい。まあでも本当にあの映画ってね、はい、あの多く撮られるようになったっていうのは変ですけど、これ、うん、あの技術の進歩もあるかもしれないし、はい、あとまあ結構天童なんかでもね、あのこの空人の部分の撮影なんかでも、撮影協力なんかも日本の中でもね、昔ほらイタリアとか行くとさ、やっぱ映画だからってバーッとこうなんかあの普通撮れないところをさ、あの会場で貸してくれたりとかってあったけど、なんかね、日本全体もそれなりにこうなんかね、地元地元であのコンベンションとかフィルムコミッションとかあって、なかなかあの撮影しやすい状況になってきて、しかも機材もね、かなり、うん、そうですね、ね、あの、まあ、安くっていうのも変ですね、はい、編集もね、なってくると、うんね、ただ本当にその中でね、やっぱり興行成績いくらっていう映画っていうのは、はい、本当に人にいいだし、そうです、でもいい映画がそうなるってわけでもないしね、はい、なかなか難しいですね、職業にするっていうのはね、うん、そしてね、もう19歳の、ね、お子さん、娘さん、息子さん、娘ですね、あ、娘さん、はい、今にも童貞の映画の話なんですけど、ね、それ撮ってる時って、うん、なんか食卓とかで、うん、今お父さんどういう映画撮ってるのとか、 4,5 年前って言ったらだったよ。まあまあそうですよね、一番ね、思春期というね、ど真ん中の時に、ね、今お父さんはね、童貞放浪記っていう撮ってるの、なんかちょっと気まずくなったりとかなかったんですか、その食卓がちょっとなんかてんてんてんみたいな。ああ、そうどうだった、うん、うちはね、あの、仕事を家庭に持ち込まないタイプなんですよ、私が。で、嫁も普通の一般の方なんで、はいはいはい、なんか全然聞かないですよね。いや、違う、悪い、無関心。いや、そうです、これはちょっと今、無関心っていう感じ、3つがあるんです。それ俺言っていいのか分かんないですけど、それで動いてるわけじゃないでも、無関心なんですけど、嫁のお母さんが童貞放浪記見に来ちゃったんですよ、ね、映画館に。私がちょうどトークしてる時に、もうね、もうぐわー、変な汗かいて、赤面ですよ。いや、あれ、嫁のなんでお母さんがいんのみたいな。そしたらどうやら新聞読んで、地元の新聞読んで、私が出るっていうのを知って、もう何も知らずに来ちゃったんです。いや、でもいい、びっくりしましたよ。どうてボロキ見に来ちゃった。映画見た後、感想とか聞いたんですか。いや、もう、いや、もうね、ちょっと 目がこう、合えなかったです。え、どんな映画ですか、正直俺。空人より童貞放浪記を見るって。そうそうそう、空人ですよね、今回ね。空人ですけどね。でも童貞放浪記でも見る。自分で打ったじゃないですか。いやいやいや、ねえ、まあ本当にね、まあ今だに もう童貞なんですね。はぁ、え、言いますよ。あの娘さんは複雑な、複雑な、複雑な、うちと一緒なんですか。あ、同じですね、ね、はいはいはい、ノリがちょっと一緒ですね。お酒飲んだらもう絶対朝まで。絶対、はい、さあ、ということでね、あの手元にもメッセージをいただいておりますので、はい、ご紹介したいと思いますけどもね、はい、じゃあこれはマナヤの、はい、マナヤ頑張って、はい、ね、すごい、こんなに資料あるの、空人だ。はい、あと読んでこう。青枠の恋愛クライマーさんからいただきました。はい、ありがとうございます。ワキーさん、マネージャーのマナヤさん、天竺さん、うん、
天竺さん。はてなですね。天竺さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。先週、一言ネタ大賞ありがとうございます。うん、ラジオを聞いて、大賞おめでとうございますと言われたときは、あまりの驚きに、運転中の車のブレーキを思い切り踏んでしまうくらい驚いてしまいましたが、じゃあ選ばないからもう。そう。危ないもん。これからも、自分の拙いネタですが、一人でもクスッと笑ってもらえるように、さらに精進していきますので、はい、これからもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そして、若林のジュリアナ農協さんからいただきました。農協って言うね。皆様、はじめまして。気づってますね。気づってますね。初めてお便りを出します。一番反応します。悪いウサギの件ですが、元ネタがありまして、はい、4コマ漫画のご注文はウサギですか、うん、もちろんアニメ化になっています。出てくるキャラ、ティッピーのことであります。思わず失礼なことしました。では。大丈夫、大丈夫。ちょっとでも、一般ではないよね。俺も調べたけど、あ、知らないと思った。ねえ、はい、ジュリアナ農協さんっていうのね、我々時代も懐かしい。ジュリーですね。荒木市長ね。はい。荒木市長。荒木市長。いましたね。荒木市長って言ったからね、どっかで市長、まあ、いるとは思いますけど。います、います。はい。続きまして、松島町のなおパパさんからいただきました。はい、バッキーさん、マナヨちゃん、あと一人、君。おい思い出すのめんどくさいので、黒猫シャツさん、こんばんは。いじってくれて、ね。嬉しいよ。先週は MVP に選んでいただきありがとうございました。はい、うん、久しぶりの投稿だったのですが、うん、改めて自分のネタが読まれる嬉しさを噛みしめていました、うん、番組リニューアルという感じで装いも新たに、うん、新生頑張って魂という感じで、はい、またこの番組が好きになりました。これからも懲りずにネタを送らせてもらいますので、うん、よろしくお願いします、うん、最後にメールの読み方が上手で投稿しているネタをより面白くしてくれてありがとうございます、うん、三鷹さんと、うん、俺はい、塾長狙ってるんですよ、狙ってくださいね。全然もう、ね、この座をもう、ね、座をですね、簡単ですよ。徳永さん次簡単ですか。6年間やってる番組で何が簡単だ。簡単そうだな。みんな来るみんなドア叩いてくる。続きまして七ヶ浜町の神奈木純礼さんからいただきました、はい、ありがとうございます。マナヨチ、そういえば今月20歳のお誕生日だったね。おめでとう、うん、これから大人のお色気を出していってよ、期待しているよと、うんうん、ありがとうございます、はい、もうね、この方も童貞ですから、ね、フォローしてるんですね。続きまして長城市野菜大好きさんからいただきました、はい、全然広げるよ。朝晩寒くなりました、うん、最近ワッキーさんのイベントが多くて休日で予定ない時に出かけてワッキーさんと会う機会が増えました、はい、私の場合、うん、今年の5月から毎月最低1回は会っています。イベントがあって行くことができるのはたまたまだと思います、うん、といただきました、うん、たまたまですね。私も会いましたよ今日。うんうん、いや何言ってるか分かんない。何すか、朝早いですか。そして川柳もいただきました、はい、お笑いは疲れを癒すいいことだそうです、うん、もう2行までいいんだけど、うん、いいことだな。毎週送ってきてるからね。はい、素敵でございますね。まあ、こういう皆さんに支えられてこの頑張って魂のね、はい、6年目の秋ですよね。まあ、秋か晩秋かもうだから気づけば、ね、2ヶ月ないんでしょ、はい。ねえ、まあ今年はね、まあ振り返るのは12月にしようか。まあそれだけです。ですね、あのまあ空人自体は東京ロードショーが来年になるっていう感じです、ね。はい、2月からになりますね。2月からということでね、はい。まあぜひね、ちょっとあのまあ東北の方で成功を得て東京にね、はい、もうということでお願いしたいなっていう感じです。まあとにかく見てみましょうね。見てみよう。はいよ。お願いします。もう本当にいろんな皆さんね。いろんなものを削って作品してますからね。その魂を感じないとね。あ、ちょっとツイキャス来てます、ね。すみません。はい。鶴見の海坊主と君香さんだけですよ。鶴見の海坊主。いや、見てきた20人以上までいるんですけどね。うん、君高さんに今和の清志郎さんのパパの歌を送りたくなりました。おお。昼間のパパは滑ってる、滑ってるってこれ。滑ってないですよね。いや、ドカンドカンでしょこれ今。いや、面白いですよ。ね、徳永さん頑張ってるよパパ。頑張ってるパパだ。ありがとうございます、ね。みんな頑張ってるよパパは。壊れかけのパパ、ね。そう。三人のパパです。徳永さん。そう。徳永さん。素晴らしいね。いいね。徳永さん。ありがとうございます。やっぱり。で二分。パパ三人ですからね今日。そうだ。パパ三人頑張ってるよ。三人ですよ。確かにそうだね。うちの娘は小学校4年生ですか。あら。もうそんななりました。もうなったね。この間まあ他局なんですけど、はい、あのケーブルテレビで、はい、あの僕と娘の番組始まりました。なんすかそれ、
まだお風呂には入れますよね。まだですね。まだ入れます。どんな番組なんですか。何するんですか。ね、八木山動物園のゴリラとか見て、うん、20分ね。いいね。お父さんとあの娘で、ね、うん、ちょっとこう、ゴリラ可愛いねとかって。はぁ、ナレーションだけ。何ですこの番組。3ヶ月限定なんですよ。気になりますね。これこそツイキャスやってくださいよね。いやいやいや、自分の。あの、かなりアットホームな感じで。あの、僕としては、あの、ギャラ度外視にして、うん、いい思い出ができてるって言いますね。あとね、これあの、これ全国なんですかね、土曜日の日、うん、あのうち学校で、あ、学校あの出身っておかしいな、あの出校、出校でおかしいな、学校出る日だったの、土曜日ね。学校出る日、まあ土曜日休み普通。はいはい、登校日みたいな。うんうん、出校日って船かよ。風神。風神。風神。素晴らしい。一時空人。一時空人。そんで、はい、そんで一応あの、震災だから、なんかそう、震災ビデオとか見たりとか、あと、うんうん、あの、消防車とか来たら、消火訓練とかする。なんか避難訓練みたいな。はいはいはい。それで一緒にあの、なんかこう、見るのね、いろいろとね、はい、あのそれであのうちの学校は大丈夫だったんだけど、うん、まあ、終わってから連絡来たら、はい、いろんなところから見ました見ましたって来たんですよ。で何かなと思ったら、はい、今年の1月にさ、あの防災 DVD さ、はい、家族で出たんだよ。DVD 家族で出た。すごいな。俺とかみさんと娘が飯食ったら揺れて死んだって言う。結構仙台市内各地で、はいはいはい、はい、多分見てびっくりして、ワッキーさんこういう仕事もしてるんですよ。うわ、いや仕事はしてますよ、久しぶりに芝居の仕事で、まあまあまあ良かったですよ。まあでもうちの学校で行ったらうちの娘いじめられんなと思ってさ。そんなことないでしょ。いやいやいや、まあそんなこといろいろあってね、楽しかったですっていうことを今言いたかったんです、はいはいはい、思い出した、うんうん、はい。全然話盛り上がりませんけど、ね、いやいやいや、まあ滑ってますよ。はい、さあそんなわけでね、はい、滑り知らずの空人もぜひね、うん、詳細の方は本ちゃんの中でということでね、はい、この後でございます。まあ今日実はね、先週事前の告知なかったんですけどね、本当は昨日だったんだよね、収録がね。はい、そうですね。で一応今日になったっていうのは、はい、どうもちょっと古谷君が昨日なんか営業かなんか、はい、忙しくてちょっと祝日を取ってくるのね。えぇ、ー、って話。ほうほうほう、そうなんですか。文化の日は忙しいですから ね, ね、俺めちゃめちゃ暇だったんですけど。え、そうなんですか。そうなんです。そうですよね。はい、はい、中学生か。中学生かよ、はいはい、まあそんなわけでもうそろそろ時間です、はい、30分でございます、はいはい、さあこの後はですね、はいはい、11月10日、うん、はい、放送分収録頑張ります、いきます、はい、うん、頑張って、こっちだ。